北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。北川先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、ところでもう何ヶ月か前かな、メダカ稚魚、たくさんね、お持ちだとありましたけど、その後どうですか？もうかなり大きくなってきた。人にあげたいとかどんな感じなんですか今？どんどんあげてるんですけどね、本当ね、なんか1ミリもなかったのが今5ミリとか、なんか、1センチ弱ぐらいになってきましたね。なんか200匹ぐらいいるんですよね。だからすごいですね。また大体春に1年経ったらまたバッと増えるか、卵を保存してあげると増えるから、置いておくとね、親が卵を食べてしまうんですよね。あ、そうなんですか。だから卵を見つけて拾って分離して物の中に入れておくとバンバン増えるんですよ。かわいそうで。じゃあ逆に困りますけどね、増えて。じゃあちょっとね、まあ、200匹ということであれですけど、また増えるかもしれないですしね。じゃあまあでもそういう意味では、どなたかお知り合いの方にあげたり、されてるということで、いろんな全国に、まあ、全国か分かりませんけど、この北川先生のとこからの稚魚が広がってると、北川チルドレンがたくさんいるということですね。そうです。はい。さあ、今週はなんですが、ちょっとですね、過去の回に感想をいただいてるんで、そこから今日は展開できるかなと思うんですけども、はい、ちょっと読みますね。はい、第280回の、過剰にならないコツを、ご視聴いただいた方からご感想をいただいてます。 T さんからいただいています。男は達成感、女性は幸せ感、美味しいパンを食べた後の例えめっちゃ分かりやすかったです。私も食後に幸せとは絶対に感じない。女性の幸せ感、そんな世界があるのを40歳を過ぎて初めて知りました。過剰になりすぎる自分の原因が分かった気がします。点々ということでですね。まあ、先生ね、以前から、まあ、過剰っていう意味ではオーバーしないっていうお話もされていますけど、同時にね、まあ、よくその男は達成感、女性はその幸せ感、幸福感って、やっぱその感じ方、何かの時に違うよってお話されてたんですけど、まあ、改めてね、今いろいろ今月お届けするサポーターの方の講話でも、ね、はい、なんか僕なんかやっぱりね、今いろいろ不安感とか、いろいろ、文字通りその何だろう、行動で達成感とか、その何だろう、どうしても近視眼的になっちゃうみたいな話しましたけど、やっぱ改めて幸せ感って何なんだろうっていうのを今日せっかくなんで、まあ、復習も兼ねてお話しいただきたいかなと思うんですけど、はい、なんか今プーチンさんも達成感に生きてるような感じがするんですね。達成感は幸せ感の反対になって、まあ、争い事が起きるんですよね。相手を威圧してしまうし、こう達成するためには、はい、なんかこう制圧しないといけないというところが、完成を目指すからですね。どうしても無理して威圧的でこう服従させてしまうというところがありますよね。はいはいはい、もうの人たちは、大にして会社とか経営とかなんとか、まあ、家庭もそうなんですけど、相手威圧して、なんか達成感で、それに従わせるために服従を強いると言いますかね。あ、はい、だから達成感強いお父さんがいると家庭なんか緊張しますよね。で、達成感ばっかりやってると、そういう会社でやっぱ争うことがとても多いと思うんですよね。こう喧嘩すると言いますかね。まあ戦争ごっこの小さなものみたいなものになってしまうのではないかなと思います。はい、で、逆に言えば女性は全く真反対の世界にいるなと思うんですよね。女性で戦争に参加する人とか、相手をやっつけたいとか、打ちたいとかいう人も皆無に近いと思うんですね。女の人と女の子供はまず戦争から逃げて、しまうところがあるようにこう、争うことや達成感よりも女性の場合は、子供を育ったり、幸せ感、平和でおりたい、こう愛したい、仲良く生きていきたいっていう、こう幸せ感っていうものをすごくずっと抱いてきてると言いますかね。その違いを、まあ、ここのところに来てはっきりこう感じる。早川君感じません？なんかいや、そうですね、なんか今先生おっしゃったように すごく
なんかね、時代がちょっとそういう、まあ、戦争とか、なんかいろんな不況とか、きな臭い感じがしてきた中に、先生おっしゃった通り、うん、なんだろう、やっぱり達成感っていうと、言葉だけをね、そこだけを先生の話が書かないで、達成感って見るとな、何が悪いんだって思うんですけど、やっぱりその一方で、達成感って必ず、何かと戦うというか、相手に何か打ち負かすとか、勝負、ね、うん、そう、勝負する裏があってこその達成感っていう感じがするんですけど、一方で幸せ感ってもう すでにそこにあるものとか、何かこう、他者を、まあ、必要としないっていうとちょっと語弊あるかもしれないですけど、なんか根本的に達成感は相手をこう、何か、ぶつかる感じ、幸せ感は自分でそこに感じるものみたいな、なんかそこが違うのかなと思います。やっぱり女性はね、うん、そもそもこう子供を産めるっていう、そこは男性と決定的に違いますし、うん、なんかその辺が生物学的にも違うのかななんていうのは思いますね。そうです。ちょっと言葉、生物学的に言えば子孫を産むという部分で、うん、まあ、女性は子供を産むし、男性は子供を産ませるっていうところあるじゃないですか。はい。種を送り込むといいますかね、射精するといいますかね、うん、そこで終わってしまうんですけども、女性の場合はそこから始まりますよね。確かに。その相手のその愛をもらって、そこからその種でもって子供を作っていく、うん、そこから育てていくっていうから、うん、達成感が終わった後が、後からがこう女性のこう幸せ感につながるんですよね、うんうん、だから男性の場合は達成感で終わってしまうんですよね、その生物学的にはね、うん、僕そんな感じがしますね。だからそこで男性は背中を向けてしまって、その後の幸せ感を追いかけないから、なんか男の場合はそう幸せ感が薄いんだなと思いますね、うんうん、でほとんどの人は家庭が壊れたり対人関係が壊れるのは、やっぱ達成感だけで生きてしまってる男の人たちですよね。女性は離れていきますもんね、うん、なんか家を出たりなんとか、乱暴な達成感に生きる人からはもう愛を感じられなくなるからですね、うん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 、女の人はそこに愛を感じて、そこからこう生きて育てて作り上げていこうって言って、そこ、うん、それが順調な姿を見てこう幸せっていう、幸せ感につながれるような感じがするんですね、うんうん、から達成感のいろいろあるんじゃないですかっていう質問は当然あると思いますよね。こう、はい、達成してで、まあ、経済社会においてはこう数字を追いかけて会社を大きくするという達成感は、なんか戦争に争うことにつながると思うんですよね。でなんか物を、椅子を作ったりとか、大工さんの家を作ったりとか、機械を作ったりとか、それからお米を作り上げたとか、作り上げてできたとかいう達成感は、まあ、その時点で幸せ感を呼ぶから、はい、僕はそれはいいと思うんですけど、うん、それを売るとか、数字を上げるとか、それで支配するとかいう方向に向かうように時代が進んできたと思うんですね、うん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 、そしたらそこに達成感の向こうに、威圧感と征服感っていうのが生まれてきて、うん、支配しようとしてしまいます ね、 そうですね。だからそこでこう男の人たちはこう苦しんでると思いますよね。プーチンさんもそうですし、習近平さんもそうだし、今までの過去の争いごとはほとんど男はそこ達成感の向こうにある争いごとまで頭を突っ込んでしまうからだと思うんですね、うん、はっきりした方がいいと思いますね。幸せ感と達成感の違いっていうか、うん、早川君どう思いますかね。そうですね、なんかちょうど直接関係あるか分かんないんですけど、やっぱり先月の配信のところでも僕個人のお話でやっぱりね日々焦ってしまう、例えばですけど、うん、やっぱりね、会社勤めではなくなったので、まあ、これは普段やっぱり責任全部自分に降りかかってきますけど、極端な話いつ休んでもいいと、そういう中でもなかなか罪悪感を感じたり、いろいろ休めないっていう時に、先生が番組内でおっしゃった言葉が実は本当に人生変えてくださって、この1ヶ月やっぱりいやいや違うんだよと先生がおっしゃって、やっぱその何もしない時間がその未来を作るっていうふうにおっしゃっていただいて、でこの前、まあ、本当にたまたまなんですけど、自分のエッセイにも書かせてもらったんですけど、まあ、先生にそう言っていただいたんで、1日普通に水曜日仕事罪悪感ちょっとざわざわしながらも休んだんですよ。でもそれでふと立ち止まって、ちょっと美術館、都内の美術館行くときに、その東京駅から皇居を通ってね、歩いて行ったんですよ。東京駅から、はいはい。はいはいはい。で、その時に、やっぱり、ただ皇居を歩いて行っただけなんですけど、普通に
ただ歩いただけなんですけど、すごい幸せで、ふと、なんて言うんでしょう、皇居を見ただけでとか、そこの自然を見ただけで幸せ感をまさに感じて、うん、まあ、何が申し上げたいかというと、やっぱり達成感とか、日々何かやらなきゃやらなきゃっていうのは、生きていく上でどうしてもね、そうならざるを得ないと思い込んでるんですけど、ふと立ち止まると本当にそこにいろんな自然の移り変わりとか、先生が普段おっしゃってることがあるので、うんうん、なんかやっぱり自戒も込めてですけど、そういう日々だからこそ本当に立ち止まらないと幸せ感で、うん、特に僕のようなせかせかしてる男性には感じられないのかなと思いました。うんうん、そういう意味では日曜日だけやそういう時間を過ごすのではなくて、平日の昼間にそういう無駄な時間を過ごしてみるのも大事ですね。うん、そうなんですよ。なんか思い切ること。そうそう。平日の、平日に働かないなんてっていうところを断ち切って働いてみるっていうか、なんかこれはね、まあ、赤くんが気がついてるいいことだと思うんですけど、断食もそうなんですけど、7日断食とか3日断食とか、はい、だから僕のね、45日間断食とかやって、うん、それ何も意味ないんですよ。それはそこにあるのは達成感だけなんですね。で、僕がやって分かったのは、その途中の虚しさっていうかね、途中がとても大事なんですよ。うん、ただ断食してて、こんなことしてて大丈夫なんか、何も働かないし、毎日毎日水だけで暮らして、なんか頭がもやもやしてるし、何も湧いてこないっていう、途中ですね。途中がとっても大事な、うん、そこがなんか我々をこう向上させて、そこに起きる葛藤がなんか我々の心をきれいにしてくれるし、うん、そこにこう学びがいっぱい入ってくるんですよね。だから3日断食を達成することではなくて、ね、3日間もやもや何も食べない、苦しい、こう、全然きつい、こんなことを何してるんだとかいう、そこの過程がとても大事なんですね。うんうんうん、登山もそうなんですけど、登り切ることが大事なんじゃなくて、ちょっと土地の野望を抜けたり、崖、うん、を登ったり、なんか 嵐になったり、そしてへばりついたり、休んだりとかしてる、その途中がとっても大事なんですよね。うんうんうん、なんか今の先生のお話聞いて、さらにすみません、ちょっと続きの話していいですか。はいはい、そのね、竹芝にある東京都国立近代美術館かなで、ちょっと行きたいっていうその目的があって、その日休んだんですよ、仕事、うん、つまり今の話行くと、そこが達成感のゴールなんですよ。なんですけど、うん、さっきお話したように、その行く土地をあえて竹芝で降りずに東京駅から歩いていったことによって、うんうん、その、まあ、いわゆる過程ですよね、今の先生の話いくと、その皇居を見る美しさもそうなんですけど、さらに竹芝で、ある僕の20年近く前に勤務してた会社で一緒だった先輩が働いていることを思い出したんですよ。でふと一か八かダメ元で、僕こんな感じ普段人とあんまりつながらないんですけど、なんか先生の声が聞こえて、せっかくだから連絡してみなさいみたいな勝手な、うん、声が聞こえて、でメールしたらすぐ折り返してきてくれて、その先輩が、あ、じゃあ飯食おうよって言ってくれて、20年ぶりに会って、なんか花咲いて、うん、で、うん、そうなんですね、はい、そこからまたなんかそうすごく嬉しくて、だから変な話ですけど、そのゴール達成っていう最初の当初の目的でいけば美術館なんですけど、実はその過程にあった皇居だったり、うん、もう20年来のこう先輩と久々に会ったっていう、つまりそっちの過程の方がそうそう、過程のその途中にひらめきがやってくるんですね、その、はい、だからそのひらめきとか、うん、そんなのが大事なんよね、そのことに気づく、その時期起きるこう悩みとかひらめきとか、うん、そういうのが我々をこう進化させてくれるから、うん、赤くんはいい経験どんどんしてると思うんですね。よく分かってきてると思うんですけど、達成よりも本当はその途中が大事なんですよね、うんうん、途中の悩みとか苦しみとか歩けないとかいうのが我々を向上させてくれる、うん、だから女性のご飯を食べて、女性が幸せ感、うん、幸せって言ってる幸せ感っていうのはすごく大事ですよね。ほとんどの男の人は、うん、達成感の向こうに幸せ感と感じないんですけど、あ、本当ですよね。多くの人に聞いてみたいですね、ラジオのあれで、うん、皆さん女性の言われるっていうかね、うん、もう時代がそっちの方向に向かってるんですよと言いたいですね。そのことに気づいて生きていきましょうっていうか、うんうん、そっちの世界に向かっているような感じがします。そうですね、やっぱりまあそういう意味ではね、まあ、これもステレオタイプではありますけど、なんかたまにね、男性は結構もちろん人によりますけど、よく言えば先を見ると、
でもなんかそれって達成に向けて急いでるだけで、で女性はこうやっぱりね、うん、あの今目の前をあの すごく見るっていう、だからそれと今の達成感と幸せ感って今そこにあることを感じるとか、なんかそういう意味では女性の方がっていうと今なんかね、うん、また怒られちゃうかもしれないですけど、でもなんかそういう傾向はちょっとありそうですね、少なくても個人的には思いますね、うんうん、今アメリカあと1分ぐらいですけど、はい、大丈夫です。今アメリカの映画とかいろんな話を聞いてみたら、まあ、野球の選手もそうなんですけど、やっぱ家族とか家庭を大事にするとかいう、家族が家族とか家族愛とかそっちの方を大事にあのしてる、日本よりもしてる言葉が多いですね、映画でもなんか野球の選手も家族のために、この間鈴木選手やとか誰かがあの出産のために、うん、この子供を産むためが生まれたからっていうんで1週間ぐらいメジャーのリーグを休んでまして休暇もらってましたよね。すごいな、いいですね、野球プロ野球の選手でもなんか子供生まれたら1週間のなんか育児休暇取るんだとかいう、でそれを認めるんだとかいう、アメリカの方がそのファミリーを大事にする、ファミリーのために生きていくっていう、つまりこう愛の方に生きていくって方向に変わってきてるような感じはしますね。確かにそうですね。なんかそれがとても争い事を少なくしていくような時代に入ったんだと感じてます。うん。うんうん、まあ、そういう意味でなんかやっぱちょっと立ち止まったり、そこにあるものを感じる相手の話をよく聞くとか当たり前のことですけど、なんかそういうの大事ですね。ちょっと反省してます最近。だから僕らも時々美味しいもの食べた後、ああ幸せと感じるように、歩いた後いい景色見たらああ幸せと感じるように、男がですよ。そうですね。なんかその辺をやりたいですね。はい、ちょっと引き続きね、まだあの11月ですとちょっと寒いかもしれませんけど、でもね散歩にはいい季節だと思うので、そういう意味でもちょっとあの立ち止まったり外に出るっていうことをね、あの、うん、やってみたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、この番組では、皆様から北川先生のご質問を募集しております、詳しくは北川先生のホームページもしくはメールアドレス北川@ctas.jp までお寄せください、ということで、北川先生今週もありがとうございました。ありがとうございました。